いや、皆さん、こんにちは。元気ですか？僕はなんとか頑張ってます。最近はいろんなビデオやりましたけど、もう12月だから、クリスマス歌やった方がいいんじゃないかなと思います。去年も、日本ではよく聴いてる歌し、もう聴きたくない歌も順番やりましたが、でも今年は、僕にとってはこの歌が、流れてこないとクリスマスじゃないよっていう歌ちょっとやります。一応、トップ5ですね。タップアップやりますが、でも順番は別にないかな。そういうランキングはちょっとやりづらいので、一応紹介します。一応、順番と理由も教えますね。この最初のやつは多分みんなはあまり聞いたことないと思いますが、それは The Temptations の Little Christmas Tree。で、僕の子供の頃はかな、お母さんがそのクリスマスアルバム持っていて、よく聞いて、ちょっと切ない歌なんだけど、でもなんか、切ないけどなんかいい感じだと思いますし、で、僕はずっと好きだったね。なんかよく多分アメリカに考えるとなんか B サイドかなっていう曲なんですけど、僕はすごい気に入ってました。で、このすぐにはルーサ・ヴァンジロスの Have Yourself a Merry Little Christmas。 これもよくラジオが聴きますね、僕の、子供の頃ですね。で、その曲はね、スムーズって感じで、なんか、ルーサの声が本当にもう安心するんじゃないかなと思いますし、で、よく聞いてなんかそういう、っていくふうになりますね。なんかかっこいいなと思いましたし。で、その次は、もちろん、ジャクソン5ですね。Santa Claus is coming to town。なんかこの歌が始めるからなんか、期待感があるんじゃないですか。多分そういう、じゃん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 ってやりましたからね。一応、僕聞いてなんかすごいなんか笑顔が出てきますし、なんか嬉しくなるんじゃないかなというふうに、そういうふうなんですけど、僕もジャクソン5に初めて聞いた時には、クリスマスアルバムがあるよと聞いて、すぐに探して、何十年かずっと聞いていましたけど、飽きないんですよね、全然。このすぐの曲はですね、日本にも人気あると思いますが、最初のところだけで聞いた、あーというふうにありますね。それはダニー・ハトウェイの This Christmas。この歌も、僕の、地元の実家にはよく、ラジオで流れてきたんですけど、そういう、なんか、ソウルが出てきますね。なんか、いい雰囲気で、それもいい歌、本当にいい歌だなと思いますし、で、皆さんも多分日本で聞こえると思いますが、もしかして聞いたことなかったら、ぜひ、探して聞いてください。いいなと思います。このラストはですね、多分僕にとっては一番、これは聞こえないとクリスマスじゃないよっていう歌なんですけど、その発表する前に、日本ではよく、全国では皆さんは同じような音楽聞くし、同じような本が読むし、で、読まなくても聞いたことあるよとか、そういうふうなんですが、で、アメリカは本当に広いし、例えば、地域によるとか、人種によるとか、文化も違うし、で、僕はこの歌は大事だよと思っても、例えば違う友達は、それ聞いたことないよと、そういうふうになるから、で、一応僕にとっては、The Temptations の Silent Night。で、よくラジオも聞いたし、僕の友達の、本当に地元の友達だったら、みんなもしてるし、家でも本当に毎日毎日流れてきましたね。ラジオに流れても、お母さんが、シリが、やりますので、本当に何回も何回も聴きましたし、でもこの曲も、高い部分もあったし、低い部分もあったし、いろんなところは歌うのは挑戦も好きですし、で、本当にいい感じだったので、本当に大好きな歌やなと思います。この歌も聞いたことなかったら、ぜひぜひ聴いてください。本当に素敵だなと思います。これは僕の、この歌がなければクリスマスじゃないのリストですね。皆さんのリストはどうですか？よかったらぜひ教えてください。次のビデオを楽しみにしてください。それでは、では。